エーバス北ルート用の車両費のポンチョショートボディエーバスのラッピング後部費のポンチョショートボディエーバスは東京都秋島市が運営するコミュニティバスである。2001年12月1日開業。市内の JR 大目線秋島駅、中上駅、東中上駅を起き終点として市役所や公共施設などを結んでいる。2016年には灰島駅にも乗り入れ開始した。 運行開始時より、立川バスに委託され、同社の灰島営業所により運行されてきたが、2018年7月1日より、福佐営業所の開設に伴い移管されている。突然の雨の時に助かる置き傘サービスがあり、利用した乗客は次回乗車時に返却する。2001年12月1日の開業時は、東ルートと西ルートのみであった。2008年5月10日から、 北ルートの運行を開始した。灰島駅周辺の再開発事業により2016年3月に南口駅前広場が整備完了、同年3月26日より南口バスロータリーの使用を開始し、バス停留場の位置を変更した。これに伴い同年4月1日より西ルートが灰島駅へ乗り入れ開始南口ロータリー内に A バス、灰島駅停留場を新設した。 2020年12月16日から中央ルートの運行を開始した。1時間5分から1時間45分間隔で1日9本運行。そのうち秋島市役所経由は2本のみで、玉川小学校東から東中上駅へ向かわず新奥多摩街道を経由して、秋島市役所に直行した後、再び新道福島循環区間を経由して、東中上駅へ向かう。 秋島駅南口、中上駅新道福島東中上駅の区間便が最終となるが、最終便は竹口病院を経由しない。旧ルート1時間10分から1時間40分間隔で、秋島郵便局経由1日3本、堀向経由1日4本をそれぞれ交互に運行し、秋島駅南口、中上駅新道福島東中上駅の区間便が最終となる。 ホリム広方面は、市の北西部を走行するが、東ルートの区間となっている。2020年に、本ルートの一部を見直す案が、秋島市都市整備部交通対策課、交通安全係で作成され、同年4月8日から5月29日午後5時まで、市民のパブリックコメントを募集した。この案によれば、現行のホリム港方面のルートを新ルートに分離し、 八木吉鯨ロード間のルートを変更し、竹口病院、市民交流センターを経由させ、玉大橋北詰玉大橋交番館で、新奥多摩街道を右折し、秋島市役所を経由するとされている。旧ルート1時間30分間隔で、東中上駅行き1日7本、秋島駅南口行き1日8本の運転。新道福島循環区間は往復とも左回りの、 同一順序で停車。袋は、玉川小学校経由で、秋島駅南口まで行った後、松原高齢者センター循環経路を通る。左回りの一方向循環。朝夕52から60分間隔。日中62から65分間隔で1日13本。運転。秋島市役所は、日中の7本のみ経由。2016年4月1日より、 灰島駅へ乗り入れ開始し、南口ロータリー内に A バス、灰島駅停留場新設。30分から1時間35分間隔で1日7本程度運転。牛尾病院は、日中の4本が経由する。また、午後の1本は、日本電子、中上駅北口から、秋島駅南口に戻らずもう一度、中町公園北方面へ順環する。最終便は、 秋島駅南口保健福祉センター、朝日町交差点、中上駅北口間のみ運転。秋島演出へは既存ルートから大きく迂回するような経路を取るため、運転間隔が一部時間帯で伸びている。旧ルート30分から1時間25分間隔で1日7本程度運転。牛尾病院は日中の4本が経由する。また、午後の1本は日本電子。 中上駅北口から、秋島駅南口に戻らずもう一度、中町公園北方面へ順環する。最終便は、秋島駅南口保健福祉センター、朝日町交差点、中上駅北口間のみ運転。2020年に、本ルートの一部を見直す案が、秋島市都市整備部交通対策課、交通安全係で作成され、同年4月8日から5月29日午後5時まで。 市民のパブリックコメントを募集した。このルート見直し案によると、日本電子、新潟交差点北間に、昭和の森病院停留所を新設し、朝日町交差点は秋島市区画整理下館でルートを迂回させ、秋島エンシスを経営させるとされている。旧ルート2時間間隔で1日7本運転。第1便は、秋島駅南口朝日町交差点、中上駅北口間のみ、 最終便は、中上駅北口秋島病院、朝日町交差点は秋島駅南口間のみ運転。1時間から1時間20分間隔で、秋島市役所経由と非経由をそれぞれ4本ずつ、交互に運行。立川バス率81系統として運行されていた一部区間、及び、東ルートとして運行されていた、秋島駅南口から、堀向こう方面のルートを分離し、 新ルートとして独立させたもの。2008年5月10日の改正に合わせ、バスのデザインも、秋島の森をイメージした緑色から、市内の小学生が描いた水色の新ラッピングへ変更された。灰島営業所の廃止に伴い、ふっ営業所一貫。車両に記される車番の営業所記号も歯から F に変更されている。ありがとうございます。